次の曲いこうかな。次の曲いっちゃおうかな。見えてますか？ちっちゃい、ちっちゃい余計。奥の方見えてますか？見えてますか？取るやんけ。ごめんなさい。みんな見えてますか？おい。台本と違う。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、すみませんでした。え？な、そんなこと言うの？な、そんなこと言うの？あ、もうそんなん言うんだったらな、小学校行けへんね。もうお母さん怒るで。お姉ちゃんも怒るで。え、私、お姉ちゃんとお母さんおったっけ？もうええわ。はい、すみませんでした。っていうノリです。ごめんなさい。なんか全然面白くないみたいな。前が間違えるから。ごめんなさい。まあ次の曲行こうと思います。次の曲なんですけど、ジブリ好きですか？好きな人。はい。めっちゃおるよ。早尾。じゃあ猫の恩返し知ってる人？やっぱ知ってるやん。猫の恩返し好きな人？あ、結構おる。私めっちゃ好きなんや。いや、私ジブリで一番好きな猫の恩返しなんや。それジブリじゃないんや。それやったらジブリじゃないんや。まあそれで次の曲は、まあそれの猫の恩返しの主題歌、風になるニードバージョンでいこうと思います。はい、じゃあいきます。次の曲、ニードおなじみのシュラです。
とうございます。風になる、なんかショックだったできれへんかったのショックだった。で、まあ皆さん知ってると思うんですけど、私ら今日最後なんですよ。今日のライブが最後で、早い。まあ卒業みたいな形になるかな。で、まあ今日もちょっとまあニードの結成の話をしようかなと思ってます。私がなんか友達になんかライブ誘われて初めて行った時に、なんかそこにユキさんがおって、ユキさんはなんか前から仲良くって普通に喋れる友達みたいな感じだって。でユキさんがその時にギターしとるって聞いて、でもいいな、かっこいいなとか言っとって、まあ次回っていうか機会があったら、まあ、バンド一緒しようって言われとって、でなんかそれからユキさんが堪能のジョラと組んだ時のなんかボーカルさんがなんか2日前ぐらいかな、急に辞めるとかなって、そのライブは他の人が出たんだけど、それもうこれからどうしていくみたいになって、でもユキさんと私も約束しとったから、まあ、入ってくれれへんってなって、まあ私とユキさんなって、その時、その時っていうか、その後に、まあ、ドラムの、ゴリじゃない、前のドラムの人もなんかライブとかやめるってなって、で、私とゆきさんと、その時は、上垣先輩かな、ベースの、どっかにあると思うけど、まあ、なって、まあドラム、堪能だし、私の中学校の時から一緒で仲良かったから、まあやろうってなって、でもドラムとか触ったことなかったんやんな。でそれで初めてのライブがこの IT のリハーサル室で、なんかめっちゃグダグダでなんか終わってな、聞いてないよ、聞いてないよ。でもその上垣バイベースのもうなんかもうやめるみたいになって、ベースが折れへんってなった時に、さっきよスーパーに同じクラスだったし、その時仲良かったからちょっとやれへんみたいな。でもさっきも全然ベースとかってか楽器、あ、吹奏楽部だったんか、まあ、ベースとかそんなバンド関係みたいな全然知らんくて、うん、でなんかやばいとかなっとったけど、今のニードの初ライブが3月の、あ、ちゃう、ちょっと待って、結成日が1月の19だまあみんな集まってなんかベース先にやらせようみたいになって、でまあその日決まって1月19にで、初ライブが3月24のデイライトさんのとこでやらせてもらって、まあそこもやっぱりな、もうさっきもベース始めて2ヶ月とかや、2ヶ月、3ヶ月そう、でやばかって、まあグダグダ、いいと最初グダグダでも2回目、3回目もグダグダみたいななんか、最後ぐらいな、なんか成功させたいと思ったけど風になるちょっとあれやったしまあまあそんな感じ、そんな感じで、まあなんかシーンとなっちゃったけど、まあ、残り2曲楽しんで帰ってください最後私らのこと忘れないでください買ってくれた人には渡そうと思ってて、で今この会場に
ニードからチケット買ったよって人、少しお願いします。あ、もっとおるはず。もっとあなた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 で終わり。おんちゃん。あれ。え、もう一回言っとく、もう一回言っとく。もう一回しとこう。あ、もう一回、あ、そのみんなこうやって、もう一回やっちゃって。はい、その次からチケット買ったって人、挙手お願いします。いや、もっとおるやん。さっきより、さっきより減ってない。減ってないよ。もっとおるよ。あなたと、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 おり、もんちゃん。笑ってるやんけ。笑ってるやんけ。言うとる本人が笑ってたら赤いやん。え、なんか流れ星っていう。ゆうたくもっと笑って。知ってます。え、知ってますよね。じゃそれのネタちょっとなんか私らめっちゃハマってちょやろうやみたいなって感じのノリになっただけです。ありがたや、ありがたやんね。ありがたや。なんかちょいちょい笑ってくれてる人あるから、まあいいか。まあ最後2曲、まあ、楽しんで帰ってください。行きます。
人。ありがとうございました。